三重県立名張高等学校は、三重県名張市に所在する公立の高等学校。地元での通称は、長高。平成15年より、同じ市内の名張り教供給高校とともに、学力向上フロンティアハイスクール事業指定を受けており、取り組みは、県教育委員会で副知事杯を受賞。クラブ活動の加入率が高まったことにより、AO 入試、推薦入試の自由が増えた。 運動部では、柔道部が有名で、近畿、東海エリアでも、競合としての地位を昨今確立している。個人、団体とも、全国大会への出場を果たしている。文化部では近年、放送部が力をつけており、連続して、全国大会に出場している。地域と学校のニュース番組、ナバテレ、を制作する、国内初の取り組みも行っている。剣道、 公式テニス、軟式テニス、サッカー、柔道、ソフトテニス、ソフトボール、卓球、バスケットボール、バレーボール、ハンドボール、野球、陸上、新体操吹奏楽、新聞、美術、坂道、ワープロ、放送、IT 簿記、漫画研究会、図書、ESS、ヒューマンライツ生活デザイン系列は、ナバリ牛シル協会の依頼を受けて年月に、 なばり牛汁の新メニューの開発を行った。校内選考を経て3点がコンテストに出品され、洋の牛汁が優勝し、2016年4月9日のなばり桜祭りで限定200食が販売された。部活動を3年間続けることによって、推薦条件を取り付ける推薦入試や A.O. 入試に期待する生徒が多い。卒業も就職する生徒も多い。 ありがとうございます。